計ほどの剛力であればあの大弓も使えそうじゃな。矢も余っておるし渡してはどうかの。もらった矢はわしらのために使うと言うておるよ。
弁慶はここで敵の増援を食い止めてくれるようじゃな。わしらだけで義経に会いに行きますかの。このドラ、会場で鳴らせばよく響きそうですな。合図を送れば、弁慶が矢で援護すると言うておったの。
Thank you.
なれぬクラーボ。学校名式清盛美久美地味京吾。人の戦が怨念を生み、怨念が妖かしを生むか。御霊を鎮めたまえ。弁慶が武具ではなく、まれびとを見つけてくるとは。半妖として生まれた私を迎え、武芸百般を授けたのは、鞍馬山に住む妖かしたち、そして私の刀を狙って現れた弁慶は、互いの命を預ける分身に。この源の九郎判官義経、霊石に見入られた平家を滅ぼし、源氏に伝わる妖かしを打つ刀を手に、必ずや世に平安を取り戻してみせよう。それを後押しするは新たなまれびとの光。同じ光を持つ者よ、女性に感謝する。